マリアシマノフスカマリアシマノフスカは、ポーランドの女性ピアニスト、作曲家。とりわけ1820年代において、ヨーロッパ全土で精力的な演奏旅行を行った19世紀のポーランド人ビルトゥオーゾの先駆者であった。その後は、サンクトペテルブルクに永住し、ロシア宮廷のために演奏活動や、作曲活動、音楽教育に携わる傍ら、有力な文芸サロンを開いた。 ピアノのために演奏会用練習曲や野奏曲を作曲した最初のポーランド人でもあり、ブリアン様式による作品はショパンを予告するものとなっている。マリアンナーがタボーオーフスカとしてワルシャーに生まれる。幼年期や初期の音楽教育については何も知られていないが、アントニー・リソフスキンやトマッシュングレムにピアノを、フランツシェクレスセルとユゼフ・エルスネル、カロル・クルピンスキーに作曲を指示したらしい。 1810年にワルシャワとパリで最初のリサイタルを開き、同年にユゼフ・シマノフスキと結婚した。1820年に夫と離縁するまでに3時を設け、その後は皆自分で引き取った。職業ピアニストとしての活動は1815年に遡る。1818 18年にイングランドで、1823年から1826年まで。 西欧各地で一連の演奏旅行を行い、その間にドイツやフランス、イングランド、イタリア、ベルギー、オランダで公的、私的な演奏も行った。王公貴族のために私的な演奏もたくさん行った。シマノフスカの演奏は評論家からも聴衆からも一様に歓迎され、繊細な音色や超絶技巧と叙情的な感覚で知られた。実際のところシマノフスカは、 19世紀ヨーロッパで最初の偉大な職業的ピアニストの一人であった。数年がかりの演奏旅行を終えると、しばらくワルシャーに戻ったが、やがて1828年初。当時の多くの女性作曲家と同じく、マリア・シマノフスカは主に自分が慣れ親しんだ楽器のために作曲したので、残された作品はピアノ独奏曲が数多いが、他に歌曲や室内楽曲もある。 作品は初期ロマン派の時代のブリアン様式やポーランド的な干渉性が典型的に刻印されている。シマノフスカ研究家のスワボミルド・ブジャインスキは彼女の演奏と歴史的な意義を次のように表している。シマノフスカの練習曲と前奏曲は革新的なピアノ処方を示しており、野奏曲編の長調は彼女の最も成熟したピアノ曲である。 シマノフスカのマズルカはこの舞曲を様式化した最初の試みの一つである。幻想曲や起想曲はピアニスティックな演奏技巧が蓄積されている。ポロネーズはミハオ・クレオファス・オギンスキが作り出したポロネーズ作曲の伝統に従っている。シマノフスカの音楽様式はショパンの作曲の出発点と並行している。彼女の作品の多くはショパンの成熟した 音楽語法に明らかに強い影響を与えたのである。シマノフスカがショッパンに対して影響力があったのかについては研究者の間で意見が分かれるが、シマノフスカの演奏する作曲家としての活動は、ショッパンのそれにはっきりと影を落としているだけでなく、19世紀ヨーロッパの自分の演奏能力によって作曲能力に磨きをかけた。 ビルトオーケン作曲家の幅広い流行の先駆けにもなっている。シマノフスカは演奏家としての地位や自分のサロンを通じて当時の巧妙な芸術家と強いつながりを持っていた。例えば、ルイジ・ケルビーニやジョアッキーのロッシーニ、ヨハン・ネッポムク、フンメル、ジョン・フィールド、ピエール・バイオ、ジュディッタ・パスタ、ヨハン・ボルフガング・ゲーテ、アダム・ミツキ・エビチラと親交があった。 フンメルやフィールドからは作品を検定されており、ゲーテとは深い中にあったことが噂されている。ペテルブルクのシマノフスカのサロンは、著名人がたむろし、宮廷音楽家としての彼女の立場を高めた。また、娘のセリナは、ポーランドの国民的詩人となるアダム・ミツキエベチと1834年に結婚したが、家庭生活は不和だった。ノート、イングリッシュランゲージオンリー。 ホームはコンプリートビブリアグロフィス C オンラインリソーシズビローありがとうございます。